自民党総裁選挙が今日告示されました。立候補を届け出たのは、これまでで最も多い9人です。事実上、次の総理大臣を選ぶことになる総裁選。県関係の自民党国会議員は、どの候補者を推薦・支持するのか。そして、総裁選後に行われる公算が大きいとされている衆議院解散総選挙に向けて、有権者は何に注目すべきなのかを取材しました。今月7日に自民党の会合が開かれた秋田市内のホテル。会合が始まる1時間前に衆議院秋田1区選出の戸賀博之議員が会場入りしました。石破さんずっと巻きっぱなしなんだから、まあ、でもやはり信念を持って頑張ってますんで、今回は何としてもチャンスもあるので。会合に出席する党員に石破元幹事長のパンフレットを手渡していました。石破元幹事長の政治姿勢に惹かれ、初当選以来活動を共にしてきた戸賀氏議員。自民党を立て直してさまざまな課題を解決できるのは石破元幹事長しかいないと話します。5回目の国を憂いて頑張ります。自民党のおごりだとかね、やっぱりそういうことは我々が経営した時から常にそのことを一番にいつも話してますよ、ね、だからそういう意味では今のこの政治と金だとかいろんな問題がありましたけれども、やっぱそういう悪しき慣習的なものを今やっぱここで変えるべき、今そういう時代なんだと。衆議院東北比例代表選出の金田勝利議員は、自身と同じ旧大蔵省、今の財務省出身の加藤元官房長官の推薦人に名を連ねました。加藤氏を支援することについて金田議員は秋田放送の取材に対し、我が国とふるさとの発展のため切磋琢磨し合ってきた、経験実績ともに十分であり、党員党友の皆様にあらゆる機会を通じて訴えていきたいとコメントしています。衆議院秋田3区選出の御法川信英議員は7日の取材に対し次のように述べました。各陣営でこれをブラッシュアップしてやっているとは思いますが、やはりそうは言いながら、今回どうしても争点にならざるを得ないのは政治とかの問題だというふうに思います。御法川議員も加藤元官房長官の推薦人になっています。参議院秋田県選挙区選出の石井博郎議員は取材に対し、現時点ではわからないとコメントしています。国会議員1人1票の国会議員票とそれと同数の党員票の合計で争われる自民党総裁選挙、これまでで最も多い9人が立候補していることから、票が分散して上位2人による決選投票にもつれ込む公算が大きいと見られています。実はもう決選投票の話でいろいろうごめいてるんですね、永田町の議員は。なぜかというと、おそらく各都道府県連に1票が割り振られ、相対的に国会議員票に重きが置かれる決選投票。長年永田町を取材してきたジャーナリストは、総裁選の成り行きを傍観するのではなく、次の衆議院解散総選挙に向けてしっかりと見届けて判断材料にすることが重要だと指摘します。日本のトップリーダーを決める実質そういう選挙なんだから、政策的にこうだから、この人を押すんです、この人に入れるんですということをはっきり言うと、こういう態度は本当に大事だとは思います。でも実態はそうじゃない。今何が起きているかというと、決選投票になった時にはまずポイントの一つとしては、選挙の顔としてどっちがいいかなっていうね、つまり年内に選挙ありますから、間違いなくほぼね、もう一つは好き嫌いとか、その背後に誰がいるかなんですね。今小泉さんのバックにバーンと出てきているのが菅さんなんですね。そうすると小泉さん勝てば菅さんがキングメーカーとしてガーンと力を持つわけです。そう
うするとそれは絶対嫌だという人たちがいる。こういうね、その背後に誰がいるかによってその誰に入れるかが変わってきたりするわけですね。これもうもはや権力闘争、かつての派閥ドロドロの総裁選と何も変わらないわけですよね。こうなるとね、要するに自民党を変えていこうというなんか総裁選とはもう全然違って、結局そういう総裁選なのってことになってしまうんですよね。総裁選自分は投票できないから関係ないよじゃなくて、ここでの議論の中身とか投票行動とかその辺をしっかり見極めて、次の総選挙でそれを一票に自分たちの一票にすると、国民としては、一般国民としてはそういう姿勢が必要だと思いますね。県内にいる自民党の党員党友およそ1万人が投じた票は、開票される27日に党本部で他の都道府県分と一緒に集計され、いわゆるドント方式で候補者に配分されます。事実上次の総理が選ばれることになる総裁選、選挙期間はこれまでで最も長い15日間で、政治改革の在り方や経済、外交、安全保障など幅広い分野の政策を競います。